術力で地球温暖化対策に貢献していくということを出してまして、こういったペアガラスとかですね、ロウイガラスを売ってる手前、自分たちのいるオフィスでもですね、省エネをしていかなきゃいけないという、そういう意識は持ってたんですね。跡地を実際つけてみて、効果のほども体感していただいたこともあって、実際の意識と行動がですね、伴ったのかなというふうに考えています。貼り付けたガラス自体に、ロウイガラスと呼ばれているガラス、光は通すんだけれども熱を遮る効果のあるガラス、そのことで夏の暑さ対策ができるという特徴が一つと、ペアガラスなのでガラスとガラスの間に空気層を設けますので、その効果で暖房の熱を外に出しにくくするという効果があります。この効果で冬の寒さ対策になるということで、通年での省エネ性も向上しますし、結露の対策にもなるというような商品になっております。日本にあるビルとか、あと店舗、非住宅と呼ばれているものの、窓ガラスの10枚に1枚跡地にするだけでですね、日本のその太陽光パネルの年間総発電の約 4.4 倍のエネルギー削減ができるっていうところがあるんですね。そういったところで、省エネに寄与できていけばいいなというふうに考えております。一番の効果は、省エネというよりは快適性なんですよね。特にこういったオフィスでの環境活動っていうのは、皆さんにその問題意識をどうやってこう継続して持ってもらうかというところなんですよね。ですから毎年毎年ですね、ちょっとずつ進歩していくと、あまり焦らずちょっとずつこう進歩していくっていう部分ですね、このように心がけています。